間も靴紐です。毎度ご視聴いただきありがとうございます。ってことでね、あいつもバズフィードさんの人前実況でいきます。よろしくお願いします。この魔法の呪文、どのアニメかわかるかな？全問解けたら魔法が使えるかもと。呪文系のアニメ、あんま見たことないっすね。まあ、呪文、魔法？ナルトとかあったり魔法じゃないもんな、忍術だもんな、あれはな。影分身の術。This image is no longer available. え、なにこれ。魔法使いサリー、ミラクル少女、リミットちゃん、魔法のマコちゃん、え？イラスト、え？ここにさ、なんかヒントがあるんだろ？おい。リンク切れじゃわかんねえだろ？あ、いや、これが分かってこそ魔法使いだな。危ない危ない、ちょっとね。ついちょっと、マジレスするところだったわ。これが問題だから。この匂い、魔法使いサリーちゃんだな。当たったわ。俺魔法使いかもしれない。アニメ化されました。日本の魔法少女の草分け的存在。何草分け的存在って。なんか今草とかって見るとさ、なんとかで草みたいなのすぐ出ちゃうから、なんか、面白いのかなみたいな風になっちゃうけど、多分違いますね。魔法使いサリー。多分これ昭和だな。This image is no longer available. またこれかいな。また当てたるわ、もう。え？あ、これ出題じゃないんだ。魔法使いサリーちゃんの画像は多分ここにあるんだな。はい、次。テクムクマヨコン、テクムクマヨコン。あ、聞いたことあんな。エスパーマミ、秘密のアッコちゃん、魔法使いチャッピー。テクマクマヨコン、テクマクマヨコン、アッコちゃんじゃない？なんか聞いたことある気がするんご。ほら。ねえ。少女漫画。実写化されたんだって。テクマクマヤコンの呪文はアニメ化された際に初めて登場した。あ、後付けってことな？またリンク切れかい。ハニーフラッシュ。あ、知ってる？ハニーフラッシュでしょ？歌詞であるよね。え、なんとか、え、てっ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 て、あれ UFO の中にハニーフラッシュない？ちょ、わかんねえな。魔女っ子メグちゃん。花の子ルンルン、キューティーハニーじゃない？あのね、ハニーフラッシュを聞いたことあるんだよ。で、この中で聞いたことがあるのがキューティーハニーなんだよ。呪文が有名になるぐらいだから、多分、アニメの名前も有名になってんだろ。影分身の術って言ったらもうナルトじゃん。な？ほら、ちょっと今んとこ全問正解なんだけど、やば。やばすぎんだろ、もしかして俺って魔法使いだったりするのかな？はい、どんどんやっていきましょうね。うわ、またリンク切れ。最悪やん、こんなん。ミラクルガールズだな、これ。くそー。魔法の天使、クリーミーマミ。10歳の女の子、ユウが魔法で16歳のアイドルに変身するアニメオリジナル作品。あ、そうなん。老けたな。老けちゃったじゃん、6歳。おい。11歳から15歳までの人生返せマジでと思ってんだろう。だって、小学校、高学年、中学校、全部飛ばされてたからね。青春を返せマジで。って感じでな。ムーン、プリズムパワー、メイクアップ、化粧すんのか。魔法騎士、レイアース、美少女戦士、セーラームーン、ナースエンジェル、リリカ、SOS。魔法騎士、レイアースでいいんじゃない？セーラームーンってこんなこと言うんだ。メイクアップって？あ、そっかそっか。なんか、あれ、セーラームーンってなんかスタイルのいいお姉さんがいっぱい出てくるあれっすよね。ちょっと見たことない。いや、ちょっとヤングのこれちょっと見たことある気がするんだけど、ちょっとよくわかんないっすね。あ、スタイル良すぎ、マジで。うわあ、もう、リンク切りじゃ答えらんない。スレイヤーズだな、これな。当たった。なんか、的中率やばくないか、わい。天才的な才能を持った魔導士ユリナの必殺技。スレイヤーズ。
なんでリンク切れなの？古すぎるから。あ、カードキャプター、桜は知ってるよ。なんかあの、羽生えた小学生ぐらいの女の子でしょ？これにしよう。これやろ。ほら。だから題名だけで選んで当たっちゃうっていうな。主人公、桜が魔法の杖の封印を解くときの呪文。あ、そうなんだ。魔法の杖って封印されてんだな、あれな。ほーん。リンク切りしすぎでしょ。おじゃ魔女ドレミだろ。ワイの昔さ、おじゃ魔女ドレミクイズってやつでさ、そう、検討する動画があるんで、よかったら昔なら見てみてくださいね。おじゃ魔女ドレミ、だからなんで当たっちゃうの？知名度高いやつ当たったらこれ当たるだけやんかい。おい。おじゃ魔女ドレミな？なんでも劇場版おじゃ魔女ドレミはマジで神って話だよ。うん。なんかそういう話を聞いた。二人やプリキュア。え、二人やプリキュアって魔法？あれもそういうやつなの？最近だよね、これって。マジカルカナン。奥様は魔法少女。え、いいの？奥様何？少女なのに既婚者なの？これ大丈夫？これ。二人プリキュアだわ。当たっちゃった。プリキュアシリーズの第1作目のオリジナル作品。二人の主人公、なぎさとほのかがプリキュアに変身するときの掛け声。二人やプリキュア。なんか普通だね、掛け声ね。なんかもっと、ね、呪文っぽいこと言えばいいね。二人やプリキュアって言ったらプリキュアになるんか。いや、ちょっとあんまり変なこと言うと、ファンの方に怒れるからやめとこう。めっちゃ素敵やわ。っていうか、見たことないですよね、実はね。でも、あんだけプリキュアってファンいるじゃないですか。絶対ね、見たらハマっちゃうと思うんだよね。だから見るのやめとこう。うん、今忙しいんだわ。YouTube、動画作りにな。プリキュア見て。プリキュア、プリキュア。これなんて読むの？魔法少女、魔導家、マギーか。聞いたことある。マジも、え？マジ、え？どこで区切んのこれ。マジ、モジルルモか。マジ、モジルルモ。これ、ギャル言葉だな。黒魔女さんが通る。黒魔女さん。魔法少女、まどか、マギカでいいや。なあ？これ、有名なやつ選ぶと当たるんだよ、これ。やばほとんどさ、This image is no longer available なのに、10問中8問正解してるかなりの魔女っ子、リアル魔女っ子の域に到達しそうなほど、魔女っ子の呪文に詳しいあなたはすでに魔法が使えるかもと。いや、10問中8問正解。かなりの魔女っ子マニア、靴ひもな。ういはーい、ということでね。これはかなり正答率高いぞ、マジで。魔法使いなんかな。魔法使い靴ひもな。ってことでね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。では。